熱々の麻婆豆腐をカリカリの片焼きそばの上にのせた麻婆焼きそば。30年以上愛されてきた味です。八戸市のショッピングセンターのすぐ近くにあるお食事処かわい。何十年も前から通う馴染みのお客さんもいるほど、地域の人たちに愛されてきた食堂です。麺類や丼物、定食などメニューは豊富。ナポリタンととんかつ、ドライカレーが一緒になったトルコライスも人気です。お店を始めたのはこちらの河合美沙さん。56年にお店やったから、来年で40年、下宿は、57年、20歳の時から下宿やって、そう、今77になるから。長い間休むことなく働き続けてきました。サラリーマンだったご主人は定年退職した後からお店を手伝っています。もう野菜用図だよ、用図三つ半で用図で支度して、用図としてご飯帯で準備してやってる。厨房には娘の真理子さんと孫の孝則さんの姿も。親子3代で作る食堂なんです。母親よりもやっぱりばあさんが厳しい、とにかく厳しいです。長い間お店の人気メニューの一つが麻婆焼きそばです。ここのお店、こっちに移ってきてもう30年以上になるんですけど、その時にいたあの職人さんがあのまかないで食べてたの、はい、今の仙台でブームでしたけど、それより前からではちょっと人気の商品に。これまで麻婆焼きそばは娘の真理子さんが調理を担当してきましたが、最近では孫の孝則さんに任せるようになりました。隣で見ながら、これは何本入れて醤油何杯とかっていうのを見ながら、味の決め手となるのがスープ。作り方は初代美沙さんから代々受け継がれてきました。カレーやカツ丼などほとんどのメニューで使われる店の味の元になります。いつも食べてくださってるお客さんが、昔の味に近くなってきたよねって言ってくださって、私がやっている時より昔の味の方に近づいてきてるっていう話を聞いて、ちょっと嬉しかったですね。麺はパリパリに焼いた片焼きそばに、そこに熱々のあんをのせると、皿からあふれそうなたっぷりの麻婆豆腐。山椒が効いたピリ辛のそのあんは麺によく絡んでしっとりとした食感。親子3代にわたって作られてきた一品です。というのどれぐらい続けれるかわからないけど、できる限り頑張っていきたいなと思います。